ある日、いつものように一人で配信をしていたら、本物ですかって声をかけてもらえた。こんな僕にもそんな風に言ってくれる人がいるなんて思いもしなかった。これは嘘偽り一つない青春ラブストーリー。どんぐらいかかるだろうかな、どんぐらいかかるだろうかなって。本物ですか？え、こんばんは。こんばんは。うわ、テストさんってあれ TikTok 上げてますか？あ、やってます。ありがとうございます。いつも見てます。ありがとうございます。嬉しい。いつも笑顔ありがとうございます。いや、もうありがとうございます。本当に嬉しいです。金山、私行こう。いいえ、好きです。私も好きです。私も好きです。あれ、俺彼女できた、これ。あれあれ彼女、誰なんだお前は一体。お前は何なんだ一体。彼氏とかいるんですか？付き合ってくれ。あ、ここ片付けといたんで、好きなデスボックス漁ってください。イケメンすぎる。ラスト舞台？2枚ダウン？あっちゅ！やばい！やばい！頼む！いけ！やらかした、これやらかした、これやった、ちょっと待って。本物ですか？ありがとうございます。優しいんですね。いいえ、好きです。あれ？あれ？彼女、え？誰なんだお前は一体。お前は何なんだ一体。彼氏とかいるんですか？付き合ってください。すいません、ごめんなさい、マジ申し訳ないです。いや、マジで申し訳ないです。ごめんなさい。
いや、ありがとうございました。本当すいませんでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。またどこかでお会いしたらチャンピオンになりましょう。ありがとうございました。TikTok も見ます。ありがとうございます。 TikTok 頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。